ニコラス・ブルームバーゲンはアメリカ合衆国の物理学者。1981年、アーサー・ショーローと共にレーザー文工学への貢献でノーベル物理学賞を受賞。ドルトレヒト出身。1941年にオランダのユトレヒト大学を卒業。1948年にライデン大学で博士号を受けた。1949年から ハーバード大学の研究生となり、1951年には、准教授。1957年には、ゴードン・マッケー欧洋物理学教授の席に就いた。その後、パリ大学、カリフォルニア大学バークレー校などの客員教授。1973年には、母校である、ライデン大学のローレンツ客員教授として招かれた。2001年より、アリゾナ大学の教授を務めている。 ブルームバーゲンは、まず磁気共鳴において優れた業績を挙げたが、特に物質中の付近一時場の影響により広がった磁気共鳴スペクトルに飽和によるくぼみを作り、その回復の様子から緩和過程を研究した業績は有名である。1954年、チャールズ・タウンズがメーザーの実験に成功したが、ブルームバーゲンは3順位メーザーを初めて提案し、メーザーの実用性を広げた。 この手法は後にレーザーの冷気方法として広く応用されている。1960年レーザーの出現以後は主としてレーザーによって生成された強い電磁場における物質の挙動について研究し、非線形工学と呼ばれる新分野の創造に極めて重要な役割を果たした。特に媒出中の非線形感受率を通じて結合した4つの 後波のいろいろな条件の下での振る舞いを理論的、実験的に研究し、また、これらをもとにして文工学の新分野を開拓した。1953年には、国際理論物理学会東京京都で来日した。ありがとうございます。